7番に黒。はい、了解です。にもう直ちに2番は釣りましょう。もう危ないんで、本当に。2番さん釣り以外考えられないと思うんですよ、僕。何その、うん、考えられない。他に何か。お前らどこやってんだよ。頭湧いてんだろ。いや、俺も占い師なんだけどさ。まだ言ってんだけど。おい、2番。やばいぞ。やばいやばい。ゲームスタートです。身分を確認。やばい、始まった。始まったぞ。目を閉じてください。やばい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 。2はマジでロックオンだから。してください。いい音ですね。うん、あ、はいはい、占い師は口頭で、うん、まあ一般的なねルールとかでいいんじゃないですか。考察はなし。ん、うん、なんかよくわかんないですけど。これ真面目にやる感じですか。6番、何言ってんの。発言してください。はい、おはようございます。6番トレゼゲです。普通にやらない感じとかあるんですか。これやらない村なんですかね。ヨマさん、ちょっと発言聞こえなかったですね。村人陣営です。塩ありません。2周目考察していきます。よろしくお願いします。7番。聞こえないな。たすぎりしてくる。9番。はい、ということで、ちょっと多数キルしてきたんで、ちょっとよくわかんないんですけども、占い CEO 特にないですよね。ありました。あ、7番さんが占い CEO して、8番さん白、セオリー通り2黒ですか。了解しました。そしたらもう2番釣るしかないですよね。もうしょうがない、それ。あ、7番2黒。はい、了解です。にもう直ちに2番は釣りましょう。もう危ないんで、本当に。はい、7番は強靭の黒出し特攻か。残念だが私が占い師だ。で、私もセオリー通り2番を占ったら2番が黒と出た。貴様の黒出し特攻が誤爆につながった。私からは以上だ。のプレイヤーは発言してください。お前らどこなってんだよ。頭湧いてんだろ。いや、俺も占い師なんだけどさ。いや、この状況ってさ、ものすごく俺が釣られるパターンだよね。お前何回占い師やりたいんだよ。3番が黒でした。また変なこと言ってるよ。これしかもう言う言葉がありません。螺旋階段。螺旋階段。イチジクのタルト。カブトムシ。ペンジェル。カブトムシ。叫んだよマジで。お前ら絶対手組んでるだろ。どんだけ俺釣りてんだよ。のプレイヤーは発言してください。あ、いや、なんかね、2番さんがね、僕にね、黒出ししてるけどね、僕村人陣営なんですよね。だからね、僕1番さん締めに見ようかなと思ってます。うん、まあ17フラットに見て2番釣りでいいんじゃないですかね。もう2黒確定。うん、これだけ以上。バイ。のプレイヤー。どういう状況かわかんないね。まあ、村人側にしても、狼側にしても、きっと、そうそう、2番は、もう釣りたく、最初に釣りたくなるんだよね。っていうのを思うよね。まあね、2番さんね、釣られちゃっても面白くないと思うんだよね、2番さん自体ね。うん、なんで、ね、彼にも、ちょっと一回真面目にやってほしいから、2番さんには、ちょっと一回生きて、ちょっと楽しむことを覚えてほしいかなっていうふうに僕は思ってる。5番さん、ちょっと何言ってるのか全然わかんないですね。2番さん釣り以外考えられないと思うんですよ、僕。何その、うん、考えられない。他に何か、5番さんは何、2番さんに明日を生きる喜びを教えてあげようみたいなこと言ってるんですけど、25ライン全然見えてきたかな、みたいな。うん、まあでも今日はとりあえず2番釣りですね。はい。発
はい、どうも、占い師仕様で2番黒です。なんで2番さん占ったか、これ僕ルール説明も転校もなかったんです。はい、ムカついてこれルームマスターだったら2番さんあれ占いました。黒でした。はい、で、そうですね、5番さんがよくわかんないこと言ってます。で、まあ正直占い師3人出てるから俺目線もう2つって占い師ローラーで終わりだと思うけど。はい、ということで、まあムラスラするなら早くした方がいいですよ。はい、1番4番さん、もう7番さんはしないということで、まあ2番1日目は2番つっていいかなと思います。で、5番さんのね、2番さんをかばったね発言、ちょっとね、黒寄りかなと思っちゃいました。あのさ、自分釣るとか言ってるやつ頭大丈夫か。あの、悪いよ、さっきはふざけたよ、さっきはちょっとふざけたよ。まあ配信のためだよ。まああの配信にはさ、盛り上がりっていうものがあるだろ。まあ、そういうのがあってさ、いや、そういうの取り入れようと思ったんだよ。やってないじゃん、だって。悪かったよ、真面目にしようぜ。もう俺を釣ろうなんて考えはやめとけよ、本当に。いや、本当に俺村人なんだって。いや、ここは狂人に出てほしくなかったなーって思って村スラしようと思ったんだけど、なんの話？恨みに出ましたね。恨みに出ましたね、じゃねえよ。最後になるとは。何言ってんの、マジで。きついっすね。ちょっとリスナーの皆さん、すいませんでした。してねえだろ、だから。真面目にやりましょう。だから配信してねえだろって。何よ、なんかこ、格好つけてんの、さっきから。何言ってんの。発言してください。いや、2番さん、なんでムラスラなら僕に黒出したんですかね。普通黒出さなくていいと思いますけど。2番ちゃん、お疲れでちゅ。カチュチュチュ悪いでちゅ、リョウキくん。2番のプレイヤーが選ばれました。ちょっとムカつきました。自分が釣られる意味が全くわからない。自分は人狼じゃないです。今書いた住所は自分の住所です。文句があるやつは来てください。あ、君たちみたいな田舎者が僕の家まで来ることは絶対不可能でしょうけど、まあ、千代田区のこの番地まで来れるっていうなら来てくださいよ。本当にムカつきました。マジでこのゲームバランス崩壊してます。正直僕がいなくなったらこの村全然面白くなくなりますよ。面白いよ。自分が一番面白いんで。意味が分かる。何か警察。夜が来ました。目を閉じてください。はい、5番さん黒です。これ今日5つって終わりです。それしか言うことないです。7番の便所で申し訳ないんだけど、俺も5番占いました。5番黒でした。今日5番ってお願いします。なんだこのゲーム。まあ皆さんのおっしゃる通り、僕狼なんです。で、ちょっとね、言いたいことがあったのでごめんなさい、追加させてもらいました。僕狼だから2番さんかばったんじゃなくて、本当にちょっとね、みんなで楽しんでやろうよって思ったから、そういう風に言ったわけで、皆さん、そうやってね、2番さん叩くのね、これはね、僕が思うに、嵐を生む行為だと思うよ。そうやって、ちょっと変わってる人を、むっちゃ叩くのは、次の嵐の人を生む行為だと思ってます。2番さん、おへそ曲げないでねっていうことだけ。言いたいことは、5番めっちゃいい人。追加したんだよ。追加してまで2番さんの今後心配してる、日本を代表する大人があるべき姿なんじゃないかなって僕は思いました。おい、などうしたよ、な、最悪って。あ、お前最高の気分の間違いだろ。分かったから、そんな怒んないでって。よし、みんな仲良くしよう、仲良くね、仲良くプレイしよう。でも僕は配信者なんで、ふわっちで配信してます。よろしく。
え、なんかライブ見に行くってお前誰だよって感じなんだけど、9番。え、ボクシングチャンネル、こっちの方が有名で悔しかったでしょ。だから YouTuber とか言って嘘ついたでしょ。2黒ですか？了解しました。そしたらもう2番釣るしかないですよね。もうしょうがない。それお前ら絶対手組んでるだろ。どんだけ俺釣りてんだよ。正直僕がいなくなったらこの村全然面白くなくなりますよ。いや面白いよ。自分が一番面白いんで。お前らどうなってんだよ。頭湧いてんだろ。いや俺も占い師なんだけどさ。よしということで、皆さん、ご視聴ありがとうございました。明日もね、生放送あるということで、これで、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。またねー。バーチャル YouTuber でした。5番切れ、こいつ5番荒らしだから。こないだのやつだろこれ。出れんぞこいつ。お前さ、クソアーマーしねえか。お前元の ID なんでお前知ってんだよ。いやハチ、お前出て行けよお前。誰が見せよお前。俺ツイッター晒したからわからってこいやバカ。っていうかさ、一つ言っていいかな、お前マジさ、社会のクズだから。こんなとこでね、暴言吐いて楽しいのかもしんねえけど。やめよう。誰だよお前。